前畑秀子は、和歌山県伊都郡橋本町出身の水泳選手。日本人女性初の五輪金メダリスト。結婚後の姓は、郷道と言い,い、郷道秀子の名前でもよく知られている。1914年に、和歌山県伊都郡橋本町で豆腐屋を営む家に、生まれ、木の川で泳ぎを覚える。尋常小学校五年生の時女子五十メートル平泳ぎで、学童新記録を出し、 高等小学校2年生の時反対平洋、女子オリンピックに出場し100メートル平泳ぎで優勝、200メートル平泳ぎで準優勝した。当時の監修では、前畑は高等小学校を卒業後、学業や水泳をやめて、家業の豆腐屋を手伝うはずだったが、秀子の水泳の素質に注目した、学校長など関係者が両親を説得し、杉山昭一の勧めで、 名古屋の杉山女学校に編入して水泳を続けた。杉山は前畑のために寮を提供し、学園内に新しいプールを作り全面的に支援した。1931年1月に母が脳一血で、6月に父も脳一血で亡くなった。1932年ロス五輪1932年に、 開催された第10回大会ロサンゼルスオリンピックの200メートル平泳ぎに出場し銀メダルを獲得した。金メダルはオーストラリアのクレアデニスで前旗とはわずか0.1秒差だった。なお、デニスはこの時新泳法を取り入れており自身のオリンピック記録を更新している。大会後は家庭の事情もあり引退も考えたが オリンピック誘致に奔走していた東京市長の長田秀次郎からなぜ君は金メダルを取らなかったのか0.1秒差ではないか無念でたまらないと涙を流さんばかりに祝賀会で説得されるなど周囲の大きな期待に押され現役続行を決意する1日に2万メートル泳ぎきる猛練習を重ね1933年9月30日に200メートル平泳ぎの 世界新記録を樹立する。1936年ベルリン五輪3年後の1936年、ナチス体制下のドイツで開かれたベルリンオリンピックの200メートル平泳ぎに出場し、地元ドイツのマルタ・ゲネンゲルとデッドヒートを繰り広げて1秒差で勝利する。日本人女性として五輪史上初めての金メダルを獲得した。この試合をラジオ中継で実況した。 NHK の火星さんショ小アナウンサーは、中継開始予定時刻の午前0時を過ぎたために、スイッチを切らないでくださいの言葉からアナウンスを始めた。五輪史上初の日本人女性金メダリストとして、表彰台に立つ前畑火星は興奮して、途中から、前畑頑張れ。前畑頑張れ。と20回以上も叫び、真夜中に、ラジオ中継を聞いていた、当時の日本人を熱狂させた。 当該放送は現在レコード化されている。前畑はその後も世界記録を何度も樹立し、200メートル平泳ぎなどで活躍した。後年、スポーツシャワーヒーローに花束をのインタビューの中で、練習中、泳いでいながらプールの中で汗が流れるのが分かったと当時の過酷な練習を振り返っていた。1937年、秀子は、 名古屋医科大学で助手を務める兵道正彦と見合い結婚して生が兵道となる。引退後は岐阜市に在住し、杉山女学園職員として後進の育成に努め、母親水泳教室を開くなど一般への普及にも貢献した。1964年11月の秋の法奨で死守法奨を受賞する。1977年ベルリンでゲネンゲルと再会、二人は 一緒に50メートルを泳いだ。1983年に脳卒中で倒れるがリハビリにより再びプールに復帰した。1990年日本女子スポーツ界より初めて文化功労者に選出された。1995年2月24日、旧成人不全のため80歳で死去した。麻雀を趣味として正月休みは親戚宅で麻雀大会に興じた。 ありがとうございます。